こんにちは、S&D です。50代女性のバレエ教室です。今回はコンビ練習をお届けします。ポイントを意識することで、さらにクイックも力強く打てるようになってきます。ぜひご覧ください。ここの目線を消してしまうと、この人がどんなやつが上がってくるかって一か八かで行かないといけないんで、セッターがどう動くかとか見えないじゃないですか。だからこのファーストボールを見ながら、この人がどんな長いのか、長かったら早く入ってあげた方がいいし、そうですね、短かったらここでここに来るからあそこに行ってあげないといけないしっていうのを、ファーストの人をまず見て判断するっていうところを入れないといけないので、そこを 見れる位置に開くとなると、そこです、そういう感じで見る。はいはい、ナイス。あ、ごめんごめん、ナイス。トスちょっと高い方がいいんじゃないかな、うん、C でも、うん、届くもん。そうですね、もうちょっとボール1個分ぐらい高くてもいいかな、うん、そうです。なるべく肘を、肘の位置は高さは変えない、打つときも。ここに棒があるようなイメージで。あ、そういう感じです。はい。そういう感じです。そうです、そうです。うん、肘を落とさない。あ、ごめん。ナイスだ。ナイス。そのスイング練習だけでも、鏡見ながらやってると、多分だいぶ肘上がってくるんで。もうだいぶフォーム綺麗ですけど、鏡見てやってたら多分全然違うと思います。やっぱ1、2歩動いたら、それこそ、ね、あのちょっと肘上げるだけで変わるから、一歩動くだけで一歩入ってこないと全然打ちづらくなっちゃったりするので、そういう微調整もあのレシーブ見ながら、はい、はい、読んで、ね、あー、いないな、いないね、うん、読ってない。そうです、あのこう来たら、じゃあ練習してみましょうか。じゃあレシーブが短くなりました。はい、ここ。そうですね。はい。どこに来る？そうです、そうです、そうです、そうです。こっからでもこう出すんで。そうです。
前かがみじゃないんですけど。そうです、そうです。読んで。読んで。誰かに後ろから肘を押してって言ってパーンってやってもらえば、さっきもちょっとこう肘下がってきた時にこれやったらやっぱ良かったって。はい、こうし、はい、C で、やっぱり動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。